知識学は、講義には、知識一般に対する、形事情学のことである。学一般の方法や、認識論などが検討される哲学の一部門であるが、通常は以下に示すような特定の意味で用いられる、言葉である。ボルツァーノの署名のタイトル、1837年刊行観光、関連論的な知とは何かという一般的な意味としての知識学を主題とした書で、 公実のフィヒテの知識学との関係はないとされている。フィヒテと区別されるために、署名に学問論という訳語も与えられる。ドイツ関連論の代表的な哲学者、フィヒテの哲学のこと。通常、知識学というと、このフィヒテの哲学のことを指す。本校ではこれを述べる。前にも触れてある通り、知識学は講義には知識一般に対する、 刑事上学のことであるが、通常はドイツ観念論の哲学者、フィヒテの哲学体系のこと、またフィヒテによるその講義録をも指す。フィヒテは知識学の名のもとに、ベルリンイエナの各機において内容を少しずつ改定しながら何度も講義を行っている知識学イコールフィヒテ哲学と言っても過言ではない。フィヒテは1814年に急成する直前まで、 知識学の講義を続けていた。知識学の変遷は、フィヒテの哲学思想の変歴を示すものと等しい。また、知識学という同一タイトルの講義録が複数存在するので、便宜上、例えば1804年に講義されたものは、1804年の知識学というように講義された年を付記して示すのが通例となっている。フィヒテは通俗講義、すなわち、 一般の聴衆を対象にした講義を多く言っており、知識学は大学においてだけではなく、一般向けにも説かれた。しかし現存する講義録は通俗講義でもかなり高度な内容を持っており、真剣な研究の対象となっている。主張でもある全知識学の基礎から、フィヒテの知識学は始まっているが、無心論論争を境に無心論論争の前の時期を、 自我を根本原理とした前期知識学、後の時期を自我を制限する絶対者を置き、この絶対者と自我との関係を解く、後期知識学というふうに二分して、知識学の変説を考えるのが、一般的である。19世紀以来、フィヒテ研究では、ドイツ関連論の流れにより、シェリングのとの関係において論じられることが多い、関係から、前期知識学に注目されがちであった。しかし、 第二次世界大戦後、後期知識学期の研究も着実に進展しつつある。18世紀末から19世紀まで一世を風靡したカント哲学は一方で優れて理論的で体系的であることからなかなか理解されにくかった。この哲学に対してマイモンやラインホルト、シュルゼなどがそれぞれカント哲学に対して何らかの答えを探ろうとした。 ものの、カント哲学からフィヒテに知識学を構想させる契機を与えたが、なかなかカント哲学が新たに示した議論に応えうるものにはならなかった。フィヒテが知識学の構想に至ったのは、こうしたカント哲学に応えようとしたことに他ならず、あらゆる刑事批判の試みで、一躍著名になって、家な大学へ招聘されたフィヒテにとっての仕事であった。フィヒテによると、 カントの純粋理性批判においては単に理論理性が、実践理性批判においては単に実践理性が取り扱われており、この二つの理性が平律的に扱われているという。カントは理論理性においては長官正解を決して認識することはできず一方で、実践理性は我々が認識し得ない長官正解に属するものであり、端的に自由な活動をするという。 我々は長官正解ではなく、現象界しか認識できない。このため、実践理性は、我々の認識を超えた自由な振る舞いとして表すことが可能であり働きも、同時に持つ現象界においてのみ働く、理論理性より上位にある能力とされている。しかしフィーヒテによると、カントはこの段階で終えてしまっており、両者の連関についての統一的な体系までは、 構築していないという。実践理性にしても、理論理性にしても、もともとは人間であり、フィヒテはこの二つの理性の働きのもとである自我という概念から、カントの理性の働きを体系づけようと考えるに至った。ありがとうございます。